自分がどこにいる、真ん中じゃないのかって、去年までどこだった、でどこになりたかった、称賛されてる間は端っこだったりしたでしょ、でもその前無視だから出てなかったでしょ、真ん中にいるってことは誰よりも強いっていう証なの。青柳が自分の強さ本物にならなければこのチームは沈みます。だから青柳は今までの自分じゃないです。立場が今度は人を成長させます。青柳、今までの自分を捨ててください。去年までの自分を捨ててもう一段階上がるには、自分が真ん中に今なってるってことを気づいて、孤独、みんなからのプレッシャー全部跳ねのけてください。跳ねのけるためには勝つ、成績を残す、それしかありません。成績を残さなかったら言葉は出せません。だから青柳かな。